ツイキャススタートしますね。ん、何今配信するの？ツイキャスはもう今日やらないとできないので、うん、ツイキャス見てる人びっくりする、びっくりすると思いますけど、そのうち集まってくる。どっちだっけこれ、完全に曲消すのはプレイリストから削除じゃなくてライブラリーから削除だよね。完全に消すのは、そうですね、ライブラリーから削除、削除だよね。俺は今日こっちをやりたかったんだもんな。やばい、あ、切ってる。あ、ツイキャスが調子悪くて。最近ツイキャスじゃなくて沖縄の回線自体はおかしいんだよ。バックボーン回線が、はい、知ってる？寸断したりとかしてんの。あ、そうなんですね。あの、あれ、あ、だからまず原因不明なんだよ。これ今話してないよね。はい。YouTube でも今流してないね。あ、YouTube は流れてます。いやだからほら、あれ台風の前にさ、台風の前にだよ、宮古島と石垣のあれループ回線が両方切れたじゃん。原因分かってないじゃん。ああ、今日なんかその報道についてありましたね。あ、10秒です。テロの可能性ありなんで。え、音楽も流せって。そうですか。してこの、音楽も流した方がいいです。じゃあ Q 出して、あ、もう行きましょう。お、実際にあれだよね、録音されるのはこっちのボリューム上げたやつだけだよね。そうです、そうです。こっちじゃなくてね。はい、はい、そういうわけでね、ツイキャスで見てる、方はね、今からあなたが見るのは未来の世界です。はい、未来の世界です。そういうわけで毎週金曜日、ゴールデン曜日のゴールデンタイムにお届けしているアニマ兄貴のリディスカの沖縄。今日今見れてる人はラッキー、超ラッキー。本当に、全然ツイッター動いてねえし、ちょっと。はい、そういうわけで毎週金曜日、ゴールデン曜日のゴールデンタイム、FM 地上波、FM 沖縄 79.7MHz でお届けしております、ゴールデン曜日は金曜日、ゴールデンタイムは8時からお届けしているアニマ兄貴の、レデスカボ沖縄、今日もね、アシスタントにね、謎アシスタント、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。なんか みんなりするような、ここあのヘッドホンに耳鳴りするような雑音が入ってるのはなんでこれ。雑音ですか。入ってる。いやこれ、いや僕は雑音とは思ってないですけど、いつもと刺さってるところが違う。ああそういうことですね。これもしかしてこっちに刺していいの。はい、大丈夫です。はい、そういうわけでね、放送事故でーす。ね、全然放送事故、これもかでもね、そういうわけでね、今お届けしてる、今お届けしてる1曲目、マッドカプセルマーケットでパルス。あれやっぱ音が悪いです。じゃあ、こっちは聞いて、こっちめっちゃレベル低い。なんでだ。あ、レベル低いのはあれです。今この放送に載ってないので今、うん、あのモニターしてるのでちょっと。そっかそっか。じゃあメーター見てそれでやればいいね。そうですね。はい、それだとコメントどんどんいただけるとコメント必ず見ますんでね、この番組は。他の番組と違って、本当は本来ね、今日ね、今ねなんか別の番組が流れている時間なのに、あなたが見ているのはパラレルワールドです。今あなたが見ているのは、今日何月何日だっけ。今日はですね、10月9日です。違うよ。あー、放送予定日ですね、うん、僕、そうですね、それ言っちゃいけないことになった。いやいや、18でした。金曜日だよ、金曜日。金曜日、18日金曜日と18日金曜日、はい、そういうわけです。でも今収録してるんです。収録してるのにこれ収録番組なんです。だから来週、再来週の金曜日にはこれ流れるんですけれども、なんと収録を生放送しているという、すごいお得な企画を今やっております。はい、はい、ね、これダメな企画だよね。見てる側としては二度楽しめるけどね。もうなんかちょっと混乱しちゃいますね、うん、いや混乱しないと思うけどね。はい、そういうわけで1曲目お届けしたのは、マッドカプセルマーケットでパールスでした。そういうわけでこれの、はい、まあここはまあラジオ番組だからさ、はい、まあ、あのビデオとか流れないわけじゃない。はい、そうでしょ。
ビデオは流れないですね。ビデオは流れないでしょ、はい、でもこれのビデオ見たことある？ないです。これのビデオ、多分 YouTube とかに上がってても、はい、多分消えてる可能性が多いんです。え、そうなんですか？すぐ消されます。これね、ちょっとね、あんまり笑えないんだよ、このプロモーションビデオ、PV が。え、そうなんです。まあまあ、パルスの方は笑えるんだけど、はい、まあ、笑えるとか、パルスとそれからガチって、あ、ギチっていう曲があるの、はい、ギチっていう曲があって、マッドカプセルマーケットのギチっていう方のプロモーションビデオはもう確実に、もうすぐ YouTube とかで消されちゃうんで。なぜでしょう？え、なんか暴力的な表現があるとか。暴力的な表現っていうか、この番組は どんな番組だっけ？この番組は、うん、カルチャーを紹介する番組です、ね、沖縄のね、はい、沖縄のカルチャー、はい、でギチっていうのは今もパルスみたいな曲でダダダダなんてこうマシンガンの音が入ったりとか、はい、こう武器の音が入ったりするような曲なんですが、はい、そこで沖縄というとどんなことが考えられますか？ビデオで。はい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 、そうですね、沖縄戦とかですね、うん、そうなんです、それのビデオが思いっきり使われてるんで、マッドカプセルマーケットのプロモーションビデオっていうのは、まあそういう規制がどんどん変わっちゃったんで、まあいろいろイメージ的なね、うんうん、なんかスケボーとかやってるようなイメージの曲になったりとかしてるんで、はい、全くだから沖縄とね関係のないアーティストというわけではないんです、うんうんうん、すごい。ただマッドカプセルマーケットなんかの、まあこう実際にね、どうしてそういうプロモーションビデオだったのかっていうところをちゃんとね、意図をね、はい、知ると、うん、要するに結局沖縄戦に関して、うん、なんかいろんなこうなんていうんだろう、沖縄戦に関していろんななんていうんだろうな、事実じゃないこととかも、うん、事実と事実じゃないことが入り混じったりとかしちゃってるでしょ、うん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 、でも嘘をつかないものが一つだけあるんだよ、はい、なんだかわかる？戦争があったってことですよ。違う、映像。おお、なるほど、映像、はい、これ嘘つかないよね、映ってるんだから。映ってますもんね。あ、だって後からそんなもの嘘で作っちゃったりとかしたら問題になるからね、はい、大変な問題があるんで、うん、こういうのがあるので、まあそういうのをやっぱり出したいと、うん、やっぱ多くの人に悲惨な戦争がどんだけ悲惨だったのか、うん、だってイメージ的に分かんないでしょ、みんなで、暗い洞窟の中でこうなんか一つの、はい、なんかご飯を分け合って食べたとか、はい、こう全然イメージ湧かないじゃない。言葉だけだと難しいですね、分かんないよね、真っ暗な中でとか、はい、実際にそういう真っ暗な、そのみんなが避難してたような洞穴とかで入れるようなところもすごい少ないじゃない、はい、なかなかそういう機会もないし、うん、自分なんかはもうそういうところはもう必ずあったらもう入るし、はい、うん、そういうところでどういう形跡があったかとか、どういうことがあったのかってのは調べるようにしてます。なんでかっていうと、これも沖縄の歴史の一つだしさ、はい、これを発見すること、再発見することがレディスカバー沖縄なわけでございますから、再発見沖縄ってことなんだから、まあね、そんな感じで、まあ自分なんかもいろんなところ回ってはいろんなところでね、なんかお尻になんか突き刺さったなと思ったら、なんか突き刺さったから行ってと思ってパッと見たらね、機関砲の砲弾だったりとか、今までそれ3回あります。痛い、全部嘉手納署に持ってってます、ちゃんと嘉手納署に提出してますから、ちゃんとその場で呼べよっていう話もあるんだけど、はい、ね、あとなんか、うん、うちの車になんか薬莢が転がってんだよね。え、そうなんですか？薬莢転がってんだよ。それは拾ったんですか？それは第二次世界大戦でもう明らかにね、うん、薬莢がね、うん、薬莢だはほら不発弾じゃないから、はい、火薬入ってないけどアクセサリーでも売ってますからね、うん、ってことは俺が警察に届けたのは何かってこと？うん、実弾ってことです。そういうこといや、あれね、やっぱりね、運ぶの結構意外と怖い、うん、やっぱりこう何年もさそこに埋まってて、もうしけって火薬、ね、あれは火薬だから、はい、やっぱり内地なんかのね、うん、不発弾、まあ、こっちでも不発弾で信管が生きてる状態とかあるけど、はい、大型の爆弾ではないから、うん、そういう弾丸やっぱりもうね、警察にすぐ持ってかなきゃ、いちいちこんなのよ警察の人呼んでてもしょうがないからと思って、はい、持ってこうとするんだけど、うん、やっぱり怖いから洋服とかいろんなものにくるんで、うんうんうん、持ってくよね。暴発すると怖いですもんね。万が一だって暴発絶対しないの、頭では分かってても、はい、心がね、はい、やっぱりそういう武器っていうのはそういうのがない？うん、あります。やっぱり面白がってさ、はい、例えば
いるよね、エアガンでさ、はい、エアガン向けて、俺この間もあったでしょ、煽り運転とかでエアガンで撃ったとかいう話あっても、ね、やっぱり武器って、そういう武器ってなんか、なんていうかな、人の精神にプレッシャーかけるものがあるよね、うん、日本刀でもそうでしょ、はい、例えば包丁でもそうじゃない、やっぱり自分の方に向いて置かれてたら、はい、それが距離がちょっと若干空いててもやっぱり嫌だよね、うん、うん、そういうなんて嫌な気持ちっていうのはやっぱりそういう戦争とかで、やっぱり戦争とかそれからなんて言うんだろうな、まあ、戦争以外にもね、そういう事件とかいろんなことでそういう目にあって、やっぱりそういうものが精神的なトラウマとしてさ残ってる人っていっぱいいるし、うん、それを忘れちゃいけないよっていうのはね、もう絶対に忘れちゃいけないことです、風化させちゃいけないし、うん、だからあの沖縄のね、逆に言うと、逆に言うとさらに言うと、沖縄の戦前のフィルムあるじゃない、あのなんだっけ、1フィート運動、10フィート運動ありますね、ね、あの、はい、戦前のね、はい、沖縄の記録、あれをどん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 発掘してさ、もう日本中に散らばってる写真とかもどんどん集めて、本当はこれは何々地区とか言って、何々地区の思い出って写真集にしてドーンと出してもらいたいね。で、分かる限りは、あ、これなんとかさんだよとか、まだかろうじてだって戦争体験者まだ生きてるうちにさ、これはなんとかさんだとか、はい、こう特定して、やっぱりその記録をやっぱり町だとか、うん、やっぱ村とか町とか、あの市とか、そういうので取っとく努力すべきだよね、うん、もはやどん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 風化しちゃってね、この不発弾なんかも、そう、不発弾に関してはね、ここで発見されたとかいうのさ、そういうのさ、マップとか作るとさ、どこにどんだけこう攻撃があったのかとかさ、そういうのも分かるんじゃないのかなっていう、ね、うん、でちなみにね、俺ね、東京に、まあ、中学から、まあ、中学高校時代、はい、っていうか、まあ、まあ中学2年生からは東京にいたわけね、30代半ばまで長いですね、まあ、東京と横浜に前、はい、東京横浜、東京横浜って感じで行ったり来たりしたんだけど、で中学2年の時に住んでた家があるわけ、はい、一軒家借家なんだけど、うん、引っ越したわけ、はい、そしたら引っ越してさ、取り壊すから、はい、もう古い、もう木造でさ、すごかったのよ、あの裏のもうなんていうのかな、なんていうの、勝手口がもうなくて、はい、もうそこにもう木を打ち付けて、はい、もうそれど、なぜか今頃土間があるみたいなさ、勝手口側に土間があるみたいな、家の裏の方に、なんかそれ不思議な作りだったんだけど、まあそれで引っ越したわけ、はい、そしたらその家がニュースになってんだよ、テレビで2ヶ月ぐらいして、と思って見たら、はい、あの焼夷弾、はい、あの焼夷弾って分かるよね、分かります、分かります、あれ焼夷弾ってさ、はい、ほぼほぼ割れてない限り期限ないじゃん、はい、あのなんか白リンとかなんとかとんでもないもん入ってるでしょあれ、そうです、ね、空気に触れると発火してメラメラって燃えるんでしょ、はい、あれが、うちの自分の住んだところの下から複数本見つかりました。いやー怖い。しかもそれ俺が寝起きしてた俺の部屋の真下だった。うわーやだ。しかも地上から2メートルぐらいのところにごっそりあったらしくて、しかもそれいまだにそうなの、面白いんだけど、はい、東京消防庁の、はい、ビデオがあるわけで、東京消防庁のビデオで、これはあのどこどこで発見された何ていうの、あのなんとかリンを使った焼夷弾です、はいはい、だからこういう焼夷弾を見つけたらこういうふうに反応しますから絶対に触らないでください、はい、本当にこの掘り出したものがどれだけ反応するか見てくださいって、反応させて燃焼させる実験のね、ビデオがどっか YouTube にかなんかにもあるんだよ、それ俺の寝てたところの上から、俺の寝てたところの部屋の下から発見されたやつなんだよ。怖い。なんか前段生きてたらしい。それが複数本。やばいよな。だからあの不発弾不発弾って言うけど、はい、この間も山手線とか止まったの知らない？ああなんかありましたね。ね、そういうの、ね、先月さ、はいはいはい、あのだから不発弾、あの東京大空襲ってむちゃくちゃな空襲があったから。はい、あのはっきり言います、沖縄も不発弾出てくるけど、はい、東京もバカみたいに不発弾出てきます。いやまだまだ埋まってますねこれ。まだあります、はい、うん、だって向こうは古い建物多いからさ、あの古い建物の下とかさ出てくると怖いしさ、はい、あのね一番ね、あの実はこれ言ってもいいよね、今日聞いてくれてる人はね、はい、あのちょっとこれお得な話、はいはい、お寺、うん、お寺はまだいいの。あ、そうあのさ墓地ってさ土台とか作る、
ないですね。墓地ってあんま深く掘らないよね、はい、で墓地ってもともと土だったりとかしてるとこだから、はい、そこに不発弾起こってても、はい、不発弾の位置まで掘らずに存在する位置まで掘らずにお墓作ってるから、はい、お墓の下に結構不発弾あるって知ってた。ああ、なるほど、うん、だから道路の整備とかすると、はい、元お墓だったところをお墓移転して掘ると、はい、あのよく出てきたりとか、この間もそうね、山手線止まったのは確かそうだよね、うんうん、あのそれなんかも、はい、やっぱり古い お寺とかの敷地の中から出てくることって結構あるんでね、あの不発弾はもう東京に住んでても分かるけど、東京でももう本当に何もう1ヶ月に一遍は不発弾のニュースになるし、むしろニュースになる方が珍しい、はい、掘ったら出てくるから、うん、掘ったら出てくるとねひどいんだよ。掘ったら出てくるとね、工事中、沖縄もそうなんだけど、あれだってね、はい、あの黙ってるらしいね。あ、沖縄そうみたいですね。沖縄も東京も、はい、あ、東京もそうなんだ。出てくるとあのこれ現場から出てきましたって持ってきちゃうらしいね、やっぱり。そうするとあの自衛隊とか、あの自衛隊の基地とかあるじゃない、練馬駐屯地とか、こっちにもあるじゃない、陸上自衛隊の駐屯地、持ってくるらしいね、突然。そうするとニュースにもならないのに、あの不発弾処理のところの数だけ、あの外に表示があるじゃない、不発弾処理しましたって、あれが1個増えカウントが増えるらしい。いい、怖い。というわけでさ、今日さ、あのこれさ、あの収録構想なんだけどさ、はい、CM はどうやって入れるの？ CM はあのタイミングを1分だけ作っていただければ、後ほど修正いたします。あ、本当に？はい、1分1分です。あ、じゃあ CM で、この間ここ下げといて黙っとけばいいよね、これ。はい、で今多分8秒まで、これだからこの残残り時間の表示が分かんないんだよ。あの20、あ、ちょうどの時間に始めてるので、うん、26分までに終われば大丈夫です、うん、OK、 了解です。音楽は入れればいいわけ、適当に入れていいんだよね。そうです、大丈夫です。スタート9入れてね。はい、20秒前です、はい、今日は珍しいでしょ、収録放送、生放送するというわけがわからない。未来の放送なんでね、これはね。いや、コメント聞いて、10秒前です。5秒前、3、2、1。ここいいんだよね。はい、そういうわけでね、アニマン兄貴のというか、あのツイッターの上ではね、アニマンお姉さんなんですけれども、なぜお姉さんか知ってる？俺は謎アシスタントは格好ですよね。格好、はい、女装、はい、でも俺普段女装してないよ。普段してないですよね、うん、レースクイーンもされてた。レースクイーンもするね、頼まれると。あのオートバイ屋さんとか車屋さんとかレーシングチームから頼まれるとレースクイーンもやるね。おお、うん、一番大きいところ、なんだっけ、レクサスのレーシングチームの撮影会までやっちゃったからね、はい、あれ。すごい。撮影会っていうか撮影タイム、はい、はい、5分間撮影タイムです。みんなカメラマン群がって撮ってるんだけど、はい、中身俺だとは分かってんのかな。すんげえ心配なんだけどね。うん、まあそんな感じでね、ツイキャスの方でコメントいただいております。この時間はね、ちょっとねタイムワープしている、ものですので、この放送、多分この放送は何、ツイキャスでも生放送で流れるの？ツイキャスはですね、後から流したりとかができないので、うん、じゃあいいね、大丈夫だね、はい、YouTube の方が後から当日配信になります。はい、わ、はいはい、かりました、はい、そういうわけでね、沖縄 T シャツパパイエイさんから、コメントいただきました。金曜日斬新。あ、そうですよ、はい、今日はこれが放送されてる時は金曜日です。放送は金曜日ですね、うん、今これ地上波で流れてません。はいはい。あ、今流れてるんだね。あ、これ聞いてる人は今流れてるんだ。いや、わけわからんわ。というわけでね、今日の放送は収録放送でお届けしております、はい、そういうわけでね、まあ先週、はい、先々週ね、10月13日の台風、はい、いやもうすごいね。もうまた千葉とかの方、あっちでしょ、あの災害地の方直撃したわけでしょ。そうですね、ね、こういう話するの難しいね、収録だとね。
結果が見えてないしね、うん、すごい心配して、うん、で最初はさあの台風19号、はい、沖縄直撃って言ってたよね。最初はそうでしたね。しかもなんかつ、米軍だっけ、はい、米軍のあのあれもさ、はい、コーション警報とかさ、はいはいはい、すごい最大級のさデンジャーとかすごい単語が並んでたのにさ、今じゃさあの晴れますって、はい、もう全くかすりもしないですね。いや一応強風はすごいみたい。風は強風域でも、うん、入らなさそうですよね今回。いやでもね海はだいぶ荒れてる。あ海はすごいです、うん、あ規模がすごいですかね今回、うん、今回だからなんか今回じゃないでしょ、前回でしょ。ああ前回前回台風19号の話でしょ、はいはいはい、19号ね、はい、ちょっと忘れないよね、間違いないね、はい、失礼いたしました、うん、19号ね、はい、うん、まあだから新しくね台風はね多分まあその19号以降はね出ないように今祈ってるんで、19号の方もね祈ったんですよ、うん、あの沖縄に来ないように、うん、祈り通じたんだけどなんか千葉の方にね行っちゃったんでね、ちょっとねそれがちょっとすごい心残りでね、もうちょいそれてくれないかなと、うん、いやいやそれてくれないかなと祈ったんですって過去形で言ってね、はいはい、君何君どの世界かっていうの。すいません、ちょっと待って、君過去にいない、ちょっとすいません、君今日に生きてないでしょ、今に生きて、今に、はい、了解です、ね、わざとこういう話振る俺も俺だけどね、うん、まあそういうわけで、ね、アニマン、はい、兄貴って番組では言ってますけど、はい、本当はツイッターの方ではアニマンお姉さんです。アニマンお姉さんだったりアニマン兄貴だったりとかすることがあるんですけども、だいたいアニマンお姉さんで今固定されてます、はい、っていうのはコスプレするときに必ず女装するんだよね、うんうんうん、女装コスプレイヤーなんで、はい、女装します。でその女装した時の、まあいろんなね、女装し バットマンのキャットウーマンやったりとか、はい、まあまあみんな気づかずに一生懸命写真撮ったり、なんか酔っ払ったおっさんが一生懸命腰に手回してなんか慣れ慣れしくくっついてきて写真撮るんだけどそのおっさんっていうのも多分40代で56歳の俺からすると全くもって年下だなっていう感じで、だいひどいのがね、なんていうのかな、ナンパしてくるおっさん、腹出てるんだけど、はい、絶対40前のおっさんがみんなナンパしてくんだよね、うん、俺喋んないようにしてるから、喋んないからね。で、今女装コスプレっていうのは何種類にも分かれちゃうんですよ、はい、何種類にも、うん、結構コスプレの話ね、はい、たまにはこういう話もしないとさ、うん、だってもうすぐハロウィンじゃない。そうです、ハロウィンだから仮装だからさ、はい、仮装する話、はい、で一番多いのが諦めちゃってお女装っていう女装があるわけ、これ分かる、汚いやつ、女装してるのに、はい、なんか本当にねいるの、股間のところを黄色く塗った、はい、ブリーフをスカートの上から履いたりとか、スカートの中に履いてみんなに見せてウィーとかで、顔はオバキューみたいな顔して化粧して、はい、あれは本当に私楽しいようにしてくれればいいんだけど、面白おかしく、うんうんうん、下品にされると、うん、冗談抜き、例えばそういうお女装って汚い女装をしてみんなをハロウィンとかで笑わせてるつもりでも、うんうん、例えば同じ服、うんうんうん、例えばねこれ、はい、ある例えばある特定の職業の制服とかでこれやると、うん、そのある特定の制服を着ている職業の人がどう思うかって、うん、バカにされてるよねってっていうか気分いいわけないよね、うんうんうん、ちょっとねそういうのをね本当に考えていただきたい、うんうんうん、だから自分は女装してもなんか汚くしかなれないからお女装でいいやって諦めるんじゃなくて、はい、頑張ってやったら、うん、頑張ってやると笑いものになるんじゃなくて、うん、あー何これ頑張って女装してるんだわーって、女の子にも多分チヤホヤされます、多分楽しいですよ、楽しいです、はい、写真撮ってくださいとか言われます、うん、もうだって女装がダメだったら自分なんか思うんだけど、ほらなんだっけ、三河健一さんのコスプレとかさ、はい、
ああいうの目指したっていいんじゃない？あ、いいですね。ね、そしたらほら、そんなの手に入らないよっても、うん、キラキララメの入った、うん、中古のなんかドレスかなんかさ、はい、あ、漫画倉庫とか古着屋さんとかで見つけてさ、はい、で頭にさ、頭につけるもないでミルマスカラスみたいなさ、はい、なんかクジャクの羽とか、はい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 、100均とかでそんなの売ってんじゃない、はい、それカチューシャにボンドでくっつけてさ、はい、で動くんだったらハチマキギュッと巻いてさ、はい、動かないようにするだけでさ、なんかこうサンバなのかさ、はい、なんかすごい派手な格好してすごいなって芸能人っぽくていいじゃない。なんか花がありますよね。さらに今、うん、LED のテープわかる、うん、テープ、あー、でもわかります。 LED のテープってあるじゃん、 LED でどこでも好きなとこで切れて、はい、両面テープで貼れて、はい、で端っこに乾電池とか USB つけると、はい、ピッカチカ点滅したりとかいろいろ流れる、はい、ああいうのさ、ベッタベタさ、ドレスとかに貼ったらさ、これ絶対ハロウィンでスターだと思わない？じゃあされんよ、されるよ絶対、はい、俺ね今年はね、あのハロウィンね、あのやろうと思ってたことがあったんですよ。それは何かというと映画、映画のコスプレ、パージ。お、パージわかる？パージ大統領令。はい。わかる？あれにさ出てくるじゃない。自由の女神みたいな、はい、頭のところに LED ガンガンつけて、あー、いますね、LED のチューブつけて、はい、で下ほらあのセーラー服みたいの着て、はい、マシンが持ってるあれ、あれやろうと思ってたんだよ今年は。え、バブルヘッドナースはどうしたのって、あのなんだっけ、バブルヘッドナースが出てくる、なんだっけ、サイレントヒル、はい、サイレントヒルのバブルヘッドナースはちょっと諦めてます。ところがよ、ハロウィンの時にさ、自分さ実は沖縄にいないのよ。あ、行ってましたね。うん、東京にいるのよ。東京で何やってるかっていうと、東京で、蒲田国際コスプレ祭ではなくて蒲田国際フェスティバルフェスティバルっていう、大田区とかが中心になってやってるね、フェスティバルがあって、蒲田国際フェスティバル、こちらの方でね、コスプレの審査員やっております、そんな感じでね出ておりますから、まあ見に来れる方はでも、まあ一応ねネットで見てる方はね全国の方多いと思いますんでね、一応見に来てくれればサインもするしね、なんかお土産ぐらいあげますから、なんかお土産、多分チンスコ1個ぐらいかもしれないけどね、名刺かもしれないし。で、女装に関してハロウィンで今言ったように汚い笑いものになるんじゃなくて、笑わせる方になってもらいたいんですよ。そうすると誰も傷つかないじゃない。ここさ、面白いことにさ、女性のコスプレ、女性のハロウィンの仮装とか、はい、でそういうある特定の職業をバカにしたようなのとかあります？あ、見たことないですね。ないでしょ、はい、っていうか思いつかないでしょ、はい、例えば SM の格好しててもだから、いや、エロい格好してるなとかで終わりだし、はい、すごいなって、はい、なんかこれ不思議なことに、例えば女性が、肉襦袢ってわかるかな、肉の入ってる着ぐるみ、あの、はい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 、お相撲さんみたいになるやつ、はいはいはい、よくドリフターズとか、 あります、はい、あれ着てお相撲さんの格好して歩いててもお相撲さんはバカにしてるようには見えないよね。面白いね、はい、だからこういうふうに笑わせる方向で考えてもらいたい、はい、笑いもんになるんじゃなくて、笑わせるんだったらみんなが笑顔になるような、うんうんうん、そういうコスプレをハロウィンにみんなにしてもらいたいなと思ってます。ハロウィンの仮装も十分コスプレになります。で、自分のね女装コスプレとかもそうなんだけども、自分の場合は、女性のやっぱり綺麗な部分とかね、そういう部分をこう強調したいから、あの結構自画自賛するけど結構イケてるでしょ。いや、もうおっさんには見えないよね。いや、もうあれはもう女性にしか見えない。騙されたやつざまみろって感じだよね。それ悪意あるコスプレだから俺。でもね、あの変なの、変な、世の中には変な人がいて、女装コスプレイヤー、コスプレの時しか女装してないのに、はい、こんなこと言う人がいるんですよ。知ってます？あの女装コスプレイヤーに要注意、女装コスプレイヤーは、はい、女湯に入ってきたりとかします。え、わけわかんない、言ってる意味はわけわかんない。だいたい今沖縄に銭湯って沖縄市に1軒しかないし、はい、女装で入ったとしても、はい、あの多分女湯人いないんじゃない、いるの、どうですかね。ねえ、なんか内風呂だから人少なくて、でもの本当にね、あの沖縄市にあるって聞いててさ、はい、まあ、あの
なんて言うんだろう、なんていうの、銭湯文化がなくならないようにさ、はい、皆さんに言ってもらいたいんですけどね、まあ、沖縄銭湯でね検索してくれればね、沖縄の最後の銭湯一軒残ってますんでね、はい、リッカリカ湯とかああいうスーパー銭湯とかこうサウナ施設とかじゃなくて本当の銭湯がね一軒残って、まだ一軒残ってるというんでね、まあそういうのね頑張ってあの皆さんで盛り上げてね、本当そういう銭湯文化なくなってほしくないよね。そうですね。内地行くと公衆浴場文化ってのもあってさ、うん、銭湯と別に公衆浴場と公共浴場ってあるの知ってる？わかんない。あのその辺のだから漁師さんとかが、はい、漁師の漁師さんが、なんて漁港の横に誰でも使える浴場を作っといて、で外にお金とか入れるとこあって10円とか70円とか100円とかで入れる。うん、自分もね内地行くとねそういうとこ愛用してたんですけれどもね、なんかめっきりちょっと内地旅行する機会もなくなってね、そういうとこ行けなくて悲しくなっています。まあでもあれだよね、女装コスプレイヤー、沖縄の女装コスプレイヤーがあの女に入ってくるなんてことはありえないですね。ありえないです、うん、ちなみに私その逆を、去年の、沖縄コミコンという、はい、まあ今度の、まあ、今年、今月の13日にありましたけれども、はい、沖縄コミコンね、去年怒られました。怒られました。男性湯に行って違います。お風呂なんてあるわけないじゃん。あ、そうです。違う。トイレですか。だってさ着替えるとこないからトイレの中で着替えるしかないじゃない、はい、もう男子トイレで着替えるさ男だもん、はい、出てきたらここは男子トイレだって入ってくんじゃないって怒られましたしかも2度も怒られました。これ感性が高かったんですね、はい、そういうことにしときましょう、はい、ね、そういうわけでね、まあ、今日、まあ、コスプレの話とかしましたけどね、はい、本当にあのこれから先またね、沖縄の方、まあ、今回ね、今回というか前回あの台風19号、ね、はい、被害なかったですけれどもね、この後もまだね、あの最近台風がね来るのがいつだっけ、去年だか今年だっけ、11月かなんかにもね、はい、台風あって、去年もそうだよね、10月の20何日とかにね、結構台風遅くにも来ましたからね、ね、本当、うん、あのそういう風にね台風が発生するのどん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 遅くなってきてるのでね、はい、皆さん注意していただければなと思います。そういうわけでね、今日の、エンディングテーマは、何にしようかな、ちょっと考えてたんだけど、これさ、はい、あのこの曲かけるシステムがさ、はい、あの曲の並べ替えとかがさ、はい、あの ABC 順とかアーティスト順とかさ、はい、アイウェオ順じゃないからすごくやりづらいですね。やりづらいんだよね、うん、まあ、そのぐらいの愚痴は言ってもいいでしょうそういうわけでね、はい、今日は水戸夏目さんの曲で、水戸夏目って知ってる？分かんないです。前髪切りすぎちゃった人、で、8ビットボーイ。最後のところはもうあれでしょ、3秒でフェードアウトで終わりいいんでしょ、大丈夫、はい、次もどうぞ。34分スタートで、うん、で今度はあの7時ちょうど終わりで CM を9入れてよ、そっちが、はい、そうですね、つらい